今日はちょっとお出かけしてたんですよ。今日は風間に会いました。風間に会いまして、デートをしてきました。服を買いに行こうっていう話をしてて、祭りは買ってないんですけど、なんか風間の冬服がないみたいな話をしてたんで、じゃあ新しい服開拓しようぜっつって、祭りがまずそうですね、マルキューに行ったんですよ今日実は。でまあ祭りの好きなジャンルの服屋さんも行って試着しつつ、でもやっぱ本人に会うのがいいなと思って、風間にここの服絶対似合うと思うっていうとこを見つけて、既製替え人形のように、え、これ絶対似合う、着て、これ絶対似合う、着てやって、で着せまくりで、風間本人がいいねって言ったやつを買いました。想像できる？いやでもね、なんかちょっと緊張してたかな。緊張はしてたっぽいけど、パワハラ？え、パワハラなのか。パワハラ、えぐいて。いや、なんかそうやって言われるのは普通にショック。え、嫌だったのかな。嫌って言ってたってこと？コメントがそうなるってことはショックなんだけど、なんかね、服が自分に似合うのがあんま分かんないみたいなこと言ってたから、じゃあ選ぶわって選んだ。プレゼントしました。4着くらいかな。ツイート嬉しそうだった。え、ほんと？あ、ツイートしてた？見よう。書いてくれてないじゃん。あれ？嬉しそうだったよって。あれ？ツイート、あ、リプしてくれてる。今日はありがとうございましたでござるって言ってくれてるわ。あー、びっくりした。バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない。ピヤン、ド M だね。 You are 変態、バカ、変態、うるさい、もう知らない、もう知らない、ピヤン。